はい、では今回は自由権について学習します自由っていいことですよねいろいろな自由がありますよね例えば こんなふうにね、いろんな自由があります。ここに挙げた自由もですね。よく見ると、少しずつ性格が違っていて。分類することができるんですね。今日はね、まず自由権を分類してみたいと思います。はい、憲法の条文に書いてあるものをね、分けていきますよ。はい、思想良心の自由第十九条。 信教の自由第20条集会結社表現の自由第21条学問の自由第23条です、ねはい、これはどんな自由かなと思いますね。自由にいろいろあるけどこれは頭の中で、ね、する自由だったり心の中の自由だったりします。ね みんなそういう自分の考えや心についての自由が並んでいますよね。えっ、ー、と例えばですね思想っていうのは政治などでどんなあの、ね、考えを持つかとか、ね、全て頭の中でまずすることです。なのでねこれね「精神の自由」というふうにまとめられます。ここにに書いいててある項目ははままととめて精神のの自由と言います、ね、戦争の前には 治安維持法などという法律があって、えー、共産主義はダメだとか、ね、そういうふうな思想を制限するような法律があったりしましたが現在ではこういうものは認められません。ね、法律っていうのはですね、えー、憲法に書いてある、ね、内容はですね、えー、権利を認めることであって権利を制限するものって非常に少ないんです。ねはい、良心の自由ね えー、正しいことをしようとする、えー、自由です。人によってちょっと違いますよね。ある人が宿題を忘れちゃったので、ちょっと見せてくれよ。ね、A 君は親切にじゃあ僕のノート見て書いていいよって言います。B 君は自分でやんないと勉強にならない。ね、急いで自分でやれよっていう両方ともえっ、ー、と正しいですね。両親のね基づいていますよね。えー、次です。 えと次はね「信教の自由」って書いてあります、ね。これはねえっ、ー、と,と宗教に関することですよね。神様や仏様を信じる、ね、そういうことに関する自由です。ね。それからえっ、ー、とそれから自分で新しい宗教を作ったりすることも駄目ではありません。ね。 えー、絵に出てきた宗教はちょっと怪しげな宗教ですが今いろいろな宗教がありますよね、えー、それは自由ですただしね、えー、人に迷惑になるようなことをしてはいけないっていうのはもちろんですよねはい次はですね、えー、集会結社表現の自由ってなっててなますね、えー、これはですねデモをしている、ね、自分の訴えたいことを出すえっ、ー、と してるところですね。集まって自分の主張を通そうとしてます。ちゃんとマナーや決まりを守ればデモをやってもいいんですよね。それからですね。えっ、ー、と表現の自由って書いてあってですね。昔はえっ、ー、と。政府に都合の悪いような内容を書いた本などはえっ、ー、と禁止されたりすることがありましたね。えー そうですねこれは政府が本の内容をあらかじめ検閲というのをしてですねそしてよくない言葉を消したりとか不正字にしたりするっていうのを歴史で教わりましたよねはいこういうことも現在はしていません。はい精神のの自自由由心や頭でで考えることの自由ですさあ次ですねなんかね重い言葉ですよね「奴隷的拘束区役からの自由」第18条。 それから法定手続きの保障財刑法定手義第31条逮捕捜索などの要件第33条第35条ね拷問の禁止自白の許容の禁止などの刑事手続きの保障第36条から39条うんこれどんな時にこんなことが出てくるかっていうとですね,ね犯罪を犯してしまった。 しししてしまったかもしれない警察に捕まってしま、えー、ったそんな時によく出てくる言葉です、ね、もしもあの警察に同行を求められていけばいろいろ奪われる特にね自分の好きな場所に行けなくなっちゃいますからねまあこういう体験は、えー、皆さんもしない方がいいですけど万が一してもそこにもちゃんと権利が認められているということです。ねはいえーと ますよね,、えー、とですねまずですねよくあの警察の出てくるドラマなんかで令、えー、状のない逮捕や捜索なんってね令状がないと逮捕や捜索ができないんだよね現行犯であの警官の目の前で悪いことをしちゃう場合は令状は必要ないのですが誰かを逮捕する場合や家を捜索する場合には、えー、と裁判官の出す 令状が必要なんですね三権分立っていうのを習いましたが、えー、と警察というのは行政の仕事で裁判所は司法の仕事でここでもやっぱり権力を分けてるんですね、えー、とだから司法の許可がないと行政は逮捕や捜索ができない、ねえー、そんなことは言えます。ね またそれからですね2個目は残虐な刑罰えまあ昔は残虐な刑罰がありましたねえとそういうのはしてはいけないまあただ日本には死刑はまだあるのでこれが死刑が残虐じゃないかなないのかそうなのかってことはちょっと問題が残るかもしれませんねえ強要された自白ですねええ君がやったんだろうとお前がやったんだろうと言って 白状すれば楽になるぞなんて長い時間言われているとですねじゃあもう楽になりたいからって僕はやりましたなんて言っちゃうこれは強要された自白ねこれもダメですそもそも強要された自白は裁判でも証拠としては取り扱わないことになってます拷問ね体に痛みを与えたりしてですねえとあの白状させたりいうことを聞かせたりするのもダメですねはいこれらがみんな禁止事項になっていますね。 ははいい身体の自由ででした、はい、次です居住移転職業選択の自由第22条財産権の保障第29条居住ってね、まあ、住居の反対になってますけど言葉がねどこに住むかねそれからどこにこ移転引っ越すのは自由それから職業も自由に選択していいという決まりですね。で得た財産は自分のものもになると ね、はいタワーマンションに住みたいなとそれも自由ですそれからですね子供の頃いろいろ夢に見ますよねえー、っとですね大人になったらこんな職業に就きたい、ね、この職業を選択するのも自由なんですねはい、えー、ですが、うん、みんな本当にこれ自由だと思いますか、ね、私、ね、ちょっとあの若いいい頃ろろ あの条件が重なっちゃいまして、引っ越しを何回かしたんですよ。せざるを得なくなっちゃってですね。ええとしたんですが、引っ越しが多かったんですよね。引っ越しの度にお金もかかるし、時間もかかるし、手続きも面倒くさいし、すごく。あのね、引っ越しをするために損をしたような気分になった覚えがありますね。昔の人は引っ越し貧乏などと言ってですね。しょっちゅう。 これねよく考えるとねみんなねあの引っ越しや居住とかですねタワーモンションに住みたいって言ってもですね私なんかとても無理ですこれやっぱりお金がなければ、えー、居住や移転は自由とは言えないですよねあと職業選択の自由みんなが憧れるようなかっこいい仕事とかまたは収入の多いお金持ちになれるような仕事っていうのは必ず大抵 高い学歴が必要だったり、資格が必要だったり、厳しい訓練が必要だったりしてですね、なかなか自由に、自由になれるよって言っても、努力が、本人の努力,努力が必要ってことがありますよね。例えば、これ、私が作ってる簡単な動画ですが、これを作るのに、やっぱり1日かかります。作って、それから録画をして、録音をしてね、と何でもね、手間はかかるんですよ。 ね、今あの中学生のなりたい仕事はユーチューバーが非常に多いって言うんですけどもユーチューバーで成功するのもとても大変でえと毎日動画を作って上げていてもですね全然アクセス伸びなかったりとても大変らしいです。ね、なのでえとこの経済活動の自由といいう,うに言います今お金がかかると言いましたよね居住移転職業選択などは経済活動の自由っていうんですよ。 これに関してはですね、えー、自由とは言っていますが、えー、実際には色々法律ででも制限がかかってしまうんです、ね、例えば、えー、誰かが急に「僕明日からお医者さんやるんだよ」って、ね「病気になったら来てね」って言ってね簡単に行けませんよねあの人に見てもらって治療してもらって大丈夫だろうかちゃんと資格を持っているからお医者に行っても大丈夫。 だったりねするわけですよね。だからえっ、ー、と経済活動の自由と言っていますが、えっ、ー、と制限は非常に受けやすい自由だと言いますね。え一番最初にあった精神の自由に関しては比較的自分の気持ちだけで何とかなりますね。このようにえ自由権にはこう自由が本当に実現するかどうかというのが簡単にできるものと難しいものがあるね。 いうことですね。それからですね、えっ、ー、とこれは今日の学習ではありませんが、えっ、ー、といろんな自由を自分が行使して他の人の自由がえっ、ー、と阻害されてしまう。これは困るんですよね。えこれについてもね後で勉強したいです。さあ最初に提示したいろいろな自由が精神、身体、経済活動のどれに該当するかちょっとね考えてみましょう。 そして試験などに出たらちゃんとこう分類できるようにしておくと良いと思います。はい、今日の学習はこれまでです。